では採寸いたしますので、お嬢様はこちらへ。あーにゃ、売り飛ばされる。いい子にしてたら売らない。すみません。たやすく俺の背後、何者だ。何かご用ですか。バカな、視線までけどられただと。綺麗な方だなと思って。ちいちい、アーニャの長さ判明した。誰？他のお客さん。こすれだった。殺し屋、スパイ、殺し屋。あーにゃ、ワクワク。どうした急に。母の存在恋しい。恋人のふり。私はただ弟を安心させたくて。わかりました。最終的に正式な婚姻を承諾させてやる。私に務まることであれば。It was in the hospital when we first met. You asked me for my name, but gave yours instead. Then you called me apathy and asked if I was okay. You used to sneak out of your room and go to my house.ありがとう。姉さん遅いな。バイトまだ終わらないのかな。これ帰り地だから。じゃーん、ユーリが欲しがってた図鑑セットです。姉さん。僕のためだけにボロボロになるまで働いて、僕は決めたんだ。
早く立派になって姉さんを守れる男になるんだって。まずはお名前と住所言えるかな？アーニャ・ホージャーです。住所はバーリントン西区公園通り128です。なんだっけ。俺の場合、まずは懇親会に参加し、敵組織とそのトップデズモンドの計画の全容を暴きます。組織のボスの秘密を暴きたいです。何言ってるの。おい、じゃあ今のままと前のままどっちが高得点だ。あ、スワン先生。オーニョ。そうかそうか、やはり前のままがいいか。あんまりです。なんだい、ご歳さん。前菜に負けたからって噛みつくなよ。カマンダ、黄昏。